ございます。市長定例記者会見を始めます。本日の発表項目2点ございます。1点目は市内の感染状況などについて口頭で発表させていただきます。2点目が令和3年第3回定例会に提出する議案についてでございます。それでは市長お願いいたします。はい。まず新型コロナウイルスの感染状況についてでございます。本市における新規感染者数は先週25日に過去最多となります197名となりました。引き続き厳しい状況にございます。仙台医療圏においては8月の1日時点では入院患者が61名うち重症患者2名という状況でした。陽性患者の増加とともに入院患者も増え続けまして、昨日15時現在では入院患者が193名うち重症患者が24名となっています。受け入れ可能病床の使用率は全入院者で 89.8%、 それから重症者では 82.8% と非常に逼迫した状況が続いております。医療機関の皆様にはこれまでも必死のご努力をいただいておりますが、現下の非常事態に鑑みまして、さらなる病床の確保などをお願いをしているところでございます。しかしながら病床のみならず、コロナ病床における医療従事者のマンパワーも含めまして、医療のリソースには限界があります。現に本市の私立病院におきましても、感染症患者の受け入れ病床のさらなる拡大にあたっては、治療過程に影響が少ない手術や検査あるいは入院治療を延期せざるを得ない状況にあります。他の医療機関からも非常に厳しい現状にあるとの声が届いております。医療が逼迫し、新型コロナウイルス感染症に限らず救える命が救えなくなるという状況が本市でも目前に迫っています。このような状況も踏まえまして、東北6県および新潟県の知事、政令指定都市の市長合計9名による共同メッセージを取りまとめました。県民市民の皆様に大きく2点のご協力をお願い申し上げます。まず県境をまたぐ不要不急の移動については厳に控えてください。宮城県では日中夜間とも不要不急の外出自粛を要請しておりますので、市民の皆様には慎重な判断と行動をお願いいたします。さらにワクチンの早期接種に加えまして、不織布マスクの着用、それから換気の徹底など基本的な感染防止対策への引き続きのお取り組みをお願いいたします。飲食を伴う会合や大人数長時間の会合も回避してください。大声で騒ぐことも絶対にやめてください。繰り返し申し上げておりますけれども、お一人お一人のこれらの心構えと行動はご自身を守るだけでなく、医療崩壊を防ぎ社会全体を守ることにつながります。感染拡大を抑え込むために皆様のご理解とそしてご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。次に令和3年の第3回定例会に提出する議案についてお知らせをいたします。召集日は9月9日木曜の予定です。議案の件数は現時点では条例案件が4件、その他案件が12件、人事案件が3件、補正予算が4件、決算認定等に関する件が7件の合計30件です。
私からは補正予算案につきましてご説明を申し上げます。皆様方のお手元の資料 2-1 をご覧ください。今回の補正は新型コロナウイルス感染症対策のための予算を中心に計上したところでございます。まず補正額についてです。一般会計において22億7400万円を増額する一方で、感染症の状況を踏まえ縮小や繰り延べが可能である事業などについて7億6500万円を減額することにより15億900万円の増額補正を行うこととしております。また企業会計において9800万円の増額を行うこととしております。次に一般会計の主な補正項目をご説明いたします。総務費ではスーパーシティ型国家戦略特別区域の選定を見据えてプロジェクト推進事業費を追加しております。健康福祉費ではヤングケアラーの実態を把握するために一律学校の児童生徒を対象としたアンケート調査に要する経費や私立保育所等における1歳児受け入れ枠の拡充に要する経費を計上しております。また感染症の拡大に対応するため宿泊療養施設の運営に要する経費やドライブスルー検査場運営に要する経費を追加しています。経済費では業態転換やビジネスモデルの変革などの新規プロジェクトにチャレンジする事業者に対する助成として中小企業チャレンジ補助金の追加および債務負担行為の設定を行っております。教育費では感染症の影響により修学旅行が中止となった場合に生じる取り消し手数料の助成に要する経費のほか一律学校における感染症対策に要する経費を追加しております。最後に企業会計でございますが自動車運送事業会計および高速鉄道事業会計におきまして感染症の影響による減収に対応するため特別減収対策企業債の借り入れを追加しています。また病院事業会計におきましては新型コロナウイルス感染症にかかる医療機器整備費を追加しております。このほか詳細につきましては後ほど担当課長からご説明をさせていただきます。私から以上です。はい、それではまず新型コロナウイルス感染症の状況について、ご質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方は挙手の上報道機関名と氏名を述べていただいた上でお話しください。またマイクの使用についてもご協力をお願いいたします。では質問いかがでしょうか。どうぞ。パクさんどうぞ。科学新報の小川です。新型コロナウイルスに関しての療養の状況なんですけど、県の発表だと仙台市の調整中が430、昨日時点ですが435人で、県内が97人ということで、他の自治体に比べて4倍というような数字が出ていますが、これは何が起こっているということなんでしょうか。担当から説明を受けているんですけれども、なかなか退院も療養解除される方々の数を少しタイムラグがあるということと、それから現実問題の療養施設ホテル の, 入所の割り当てがですね、市内と市外で1対1という割合だったんですけれども、ここは仙台市内の患者さんが多ございますから、ここをですね変えて、くれるように変えてもらいたいということを強くお願いしました。そして、仙台市内2対、市外が1という割合に変えていただきました。そういう意味ではですね、随分と療養施設に入れるようになってきているんだと思いますが、ただ少しタイムラグがあるのが事実です。また
療養施設につきましては随時増床、増設しているところですけれども、なおですね、県と調整を図ってさらなる増設に向けて取り組ませていただいているところです。今のお話は2対1にしたのはいつ頃なんでしょうか。あら、これはいつだったでしょうか。担当からお答えいたします。先週ですね、県と協議をしておりまして、初め1対1だったんですけども、その協議をしてですね、2対1になった日付については、すいません、ちょっと具体的な質疑はちょっと今この場で持ち合わせておりませんが、つい最近です。何か搬送する人手が足りないとか、そういった人手に対するこう何か増強していくことっていうのはあるんでしょうか。これについても担当から答えていただきましょう。対応をしっかりできるように整えてはいるところです。はい、搬送の車とかなんですけども、そちらの、拡大に合わせてですね、増強しておりまして、搬送で目詰まりをしているというような状況は現時点では発生はしておりません。あとワクチンのことについて伺います。今は限られた、ファイザー製のワクチンのかなり限られたところで、需給がアンバランスというかですね、一台車が打てないという状況にあると思うんですけど、どのようにこれからですね、優先枠というか、打たなければならない人を早めに打っていくということを自治体としてやっていくのかということを伺います。ありがとうございます。すでにですね、優先すべき方々への予約の受付は先行してさせていただきました。今ご指摘があって、少しファイザー製のワクチンが先細りしているのではないかということですけれども、とはいえですね、優先的に打っていただく方々打っていきたいというふうに思っております。今集団接種、個別接種、それぞれ12歳以上の皆様方への予約をすべて開始させていただきましたけれども、これからまた仙台市の集団接種枠についても受付をさせていただきますが、そういうところでも受けていただきたいというふうに考えております。それから新たに課題になっている妊婦さんですね、この妊婦さんにつきましても医師会ともいろいろ協議を進めさせていただきました。お腹が大きい女性の皆様方にやはり体調の状況をよくご存知のお医者様がしっかり対応するというのが望ましいというふうに思っておりまして、参加等々でですね、接種していただけるようにお話をしているところでございます。接種していただけないところがあった場合にもですね、どこで接種が可能なのかという情報を共有した上で、妊婦さんにはご案内させていただきたいというふうに思います。ぜひご相談いただきたいと思います。今個別接種のですね、登録医療機関を見てきたんですが、産婦人科というのはほとんどないと見ているんだと思うんですが、そのあたりについてはどのようにしていくんでしょうか。ここもじゃあ詳しくは担当から。はい、今ホームページ上で今予約ができる医療機関というのが出ます。100いくつだと思います。これ予約枠がいっぱいになってたところはここからホームページの方が消えていくので、今載ってるのは少ないと思いますけども、実際の参加さんで、ワクチン接種しているところに、20人の機関がございます。で、まず私どもやろうとしていることは、妊婦さんに対してはその、妊婦さんへの優先的なその接種をしていただける医療機関を募って、そちらの医療機関には追加的、重点的にワクチンを供給しようということをしようと思っています。かつ、そういった医療機関を、各参加さんの方にどこでどういうことをやっているのかという情報を共有していただくということをしようと思っていますので、まずはその通っていらっしゃる参加さんの方ですか、ご相談いただくというのは最初から一歩かなと思っています。そういう形で、妊婦さんの優先的接種に進めていきたいなと思っています。開始のめどというのはいつ開始のめど、はい、もう参加さんの今取りまとめ中なんですけども、こういう形でやるというのは、各医療機関さんにはお伝えはしているところです。早ければ来週には動き始めると思ってはいました。このあたりだと思っています。最後にです
まあ妊婦さんもそうなんですけど、今12歳以上の接種予約が始まって、とてもその中学校3年生とか受験生の、まあ、予約というか希望が多いということに、まあ、小児科さんから聞いてるんですけど、まあ、中学校3年生だと、まあ、受験生ということで、まあ、これからかなり心配なことがあると思うんですけど、そういった、まあ、妊婦さん以外の、まあ、具体的に言うと受験生とかですね、あの今のところですね、他にもいろんな方々、接種を急ぎたい皆さんたちも、まあ、いろんな事情を抱えておられます。そういう方々の中で、受験生を優先してという、この時期から始めるのがいいのかどうかということもございますし、いろいろな状況も見てからだろうと思います。今のところ、受験生を優先接種ということは考えてはおらないところです。はい、他にいかがでしょうか。どうぞ。KTB の新田と申します。よろしくお願いします。まあ、むしくワクチンの話なんですけれども、いわゆるこの若者の接種を、まあ、加速化したりとか、そういった話いろいろありますけれども、何か受けたくてもまあ予約がいっぱい取れないという状況がまだ続いていまして、そのいわゆるまあ矛盾のような形で、受けたいんだけども、受けたい若者が受けたいけれども予約が取れないという状況が続いていますが、その何か打開策というか、そのまあ仙台市として考えていることがあれば教えていただきたい。よろしくお願いします。これもひとえにそのワクチンの供給量ということになるんだと思います。今ファイザー製のワクチンについては、まあ、一応示されているところまでは予約を取れるようにしているところですけれども、その先についてはまだはっきり見えないところもあってですね、皆様にご迷惑をおかけしているのかもしれません。一方で大規模接種の会場ではまだ余裕もあるようでございます。そういう意味では接種を早く受けたいと希望されている皆様方は、どこにどのように余裕があるのかも見た上でですね、ご判断をとして選択をいただければというふうに思います。何かこう一箇所にその、まあ、20代だったりこの集めて特別なことをするとか、そういう若者向けの接種の機会設けるとか、そういったことというのは今の時点では考えてはないでしょうか。今回、新たに12歳以上の皆様方 の予約を受け付けた際にはですね、電話よりもですね、インターネット、スマホなどから の受付というのが多かったというような状況もあって、これ若い方々がやはり関心を持って、そして受けたいと願ってアクセスしていただいているんじゃないかというふうには思っています。他にご質問いかがでしょうか。どうぞ、久美江さんどうぞ。読売新聞の長沼と申します。ワクチンに関連して、モデルナ製のワクチンで異物混入の問題などが起きていますが、仙台市ではファイザー製を集団でも個別でも使用しているので、特に異物混入の問題などは発生していないという考えでよろしかったでしょうか。はい、その通りです。また県の方に、モデルナのワクチンについて、確認をさせていただきましたけれども、県では使用していないということで、ありました。ご安心いただきたいと思います。よろしいですか。はい、他にご質問いかがでしょうか。青木さんお願いします。確信法高いです。よろしくお願いします。若者のワクチン接種について、はい、特にその若者の意識というところについて認識をお伺いしたいんですけれども、まあ、全国的になんかこう若者はワクチン接種の意識が低いというような言説があって、ただ一方で東京都で若者向けの予約なしのワクチン接種をしたときにはかなりの行列ができるような状況で、まあ、先ほど少し話も出ましたけど、仙台市の集団予約というのはかなりこう予約がすぐに埋まるような状況というところ状況があるわけですけれども、先日緊急事態宣言が適用されたときの知事との共同会見において知事がですね、まあ
高齢者の接種率が 80% を超えて、全体が 40% 強だという、そういったことを論拠にして、若者の意識が低いんじゃないか、低いというようなことをおっしゃったわけですけれども、まあ、高齢者、その他優先接種をしてきたという政策があって、その政策の結果がその数字に表れているんじゃないかというところで、その数字をこう若者の接種が低いという論拠にしているのはどうなのかなと個人的には思ったんですけれども、市長としてはその点についてどう思われるのか、先ほど、若者の方関心を持っていただいているという言葉もありましたけど、小売さんとしては若者のワクチン接種の意識はどのようにどのようだと思っていらっしゃるのかというところを教えていただきます。これは若者に限らずですね、ワクチンを受けたいと思う方と受けたくないと思われる方、あるいは受けられない方もいらっしゃって、その中での、まあ、お話になるんだろうというふうに思います。若者がすべてワクチンに対して関心が薄いとは私は全然思っておりません。遡りますけれども、若者の感染がだいぶ増えてきている中で、若者自身もですね、非常に自分たち一生懸命に対策を取っているんだと、自分たちを悪者にしないでもらいたいというような思いでですね、いらっしゃることも、これ選挙期間中ですけれども、いろいろと話を聞かせていただき、肌で感じたところでもございます。そういう意味ではですね、若者が関心が薄いというふうには私自身は思っていないところです。まあ、知事が明確に若者が意識が低いというふうにおっしゃったわけですけど、それについてはどのように受け止めますか。まず、まあ、危機感を持っていただくということはあると思います。若者は行動範囲も広うございますから、そういう意味では感染のリスクというのが、まあ、高まるということもあるんだというふうに、その意味での警鐘を鳴らされたのやもしれないというふうにも理解するところです。ただそういう意味ではですね、優先的にご高齢の皆さんたちから接種していったわけですから、これから先一般の方々といいましょうか、若い世代、働き盛りの世代への接種が今まさに始まっているところですので、そういうふうな見方というのは必ずしも当たらないのではないかと私も思うところです。すみません、先日のその共同会見の場面で、さらに今日もともですね、かなり重なる部分もあるかと思うんですけども、はい、改めて伺いたいんですけれども、現在実際若者の接種状況、そんなに進んでいない状況だと思うんですけれども、それはその若者が打ちたくても打とうとしていないのか、それとも打ちたくても打てない状況なのかというと、改めてこう、ご認識伺ってもいいですか。これ先ほど申し上げましたけれども、予約を開始いたしました段階で、アクセスをする手法が若い方々の生活の何でしょうか、普段使いのものに合っているところもあるというふうに認識をしておりまして、若い世代がやはりワクチンを望んでいるのではないかというふうに感じているところです。はい、他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは続きまして、第3回定例会に提出する議案についてご質問を受けいたします。いかがでしょうか。どうぞ。はい、今回市長2期目になられてから初めての補正予算を提出になりましたけれども、ご説明いただいた中でも、ヤングケアラーの実態調査だとか、保育所の受け入れ枠の拡充、あとスーパーシーモだと思いますけど、こちら公約のところでもこう触れられていたような内容かと思います。一方でまだまだこうここに出てきていないような公約もあったかと思います。そんな観点を踏まえた上で、今回の補正予算組まれた狙い意図と教えていただきます。まずは緊急事態宣言下で、この第3回定例会の補正予算を組むということになりました。まずはコロナの感染への対応というのがやはり第一であろうというふうに思っておりまして、その施策
はもちろんのことを出していただきましたけれども、社会的孤立を防いでいくためにもヤングケアラーの実態調査をしたいということと、それからのコロナ後の都市間競争に打ち勝つためのスーパーシティトックのための、実現に向けた予算など、まあ、一部ではありますけれども掲げさせていただきました。まあ、可能なものは計上させていただいたところですけれども、今はですね、やはりコロナのこの状況を何としても改善に向かわせなくちゃいけないというふうに思っているところです。はい、他に補正に失礼しました議案に関するご質問いかがでしょうか。どうぞ。 NHK の東田と申します。よろしくお願いします。今回ヤングケアラーの調査を科学的にやられるということでしたけれども、具体的にはどんなところを質問してどういう調査につなげてどういう施策に生かしていくのかという具体的なポリシーのお考えを教えていただけますか。これはなかなか今まで、潜在化していた課題です。しかしこのコロナという状況にもなってですね、これが浮き上がってきました。まずは本市の実態はどういうふうになっているのか、その実態の把握に努めたいというふうに思っております。一律小学校中学校でアンケート調査を行って、その結果実態がどうであるのか、そして何が求められているのかというのは、その調査を見た上で判断してまいりたいと思います。はい、ご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは発表した事項以外でご質問がありましたらお願いをいたします。どうぞ。岡本さん。すみません、予算のところにすみません、ちょっと絡むところで引き取り入れたところ申し訳ありません。今回ふるさと納税のところでかなり増収になっているかと思うんですけれども、こちらの要因をどのように見られているのかというと、あと、まあ、かなり一発財政調整基金のところへの積み立てというのも使われていると思います。市の財政への影響というのはどのように見られているかお願いいたします。はい、まずですね、ありがたいことでしたけれども、これはやはり巣ごもり需要というのでしょうか、そういうこともあって、なのか知らんというふうにも思うところです。寄付メニューを追加させていただきました。返礼品の充実も図ったところでして、これがやはりおうち時間が多くなった方々にとって魅力的だったのではないかというふうに思っているところです。想定を超える寄付をいただいた、ふるさと納税いただいたということですので、これはさまざまなところで使わせていただきますが、まずはこの補正予算の一部にも入っているんでしたですよね。その他のところについては使えるように基金に積み立てさせていただきました。財政課長、もし補足があればお願いしたいと思います。私の方からご説明いただきました。ふるさと納税寄付につきましては、今、市長の方からもお話しあったように、いわゆる総務重要の高まり、それから寄付メニューをですね、4月に新たに追加している部分とかがございまして、そういったことで、寄付の増収につながっているものというふうに分析しております。以上です。よろしいでしょうか。他にご質問いかがでしょうか。発表項目以外でも大丈夫です。はい、あ、じゃあ、パークさん、どうぞ。すみません、科学新報の先です。学校の、が再開しまして、で昨日もですね、学校で、感染者が判明してという事例もありました。先日も、学校の休校に関しては、一斉ということはなくて、個々に応じてということですけれども、現時点でもそのお考えに変わりはないかということをお聞きしたいんですが。はい、変わりありません。確かにですね、児童生徒の方に感染が見られて、感染可能期間に登校していた場合ということで、休校措置を取っているところもあるわけです。必要な期間
原則翌日1日ということですけれども、臨時休校として保健所による疫学調査や、消毒作業を行った上で学校を再開している。でこれまでもですね、本市におきましてはガイドラインを今回文科省から示されたガイドラインは学校独自に判断しろということですけれども、この間保健所とも綿密に連携をしながら対応が取られているということ、それからまた学校の中で、爆発的にクラスターを発生させない取り組みをしっかり構築できているということも含めまして、一斉に全市一斉の休校ということは考えていません。そうですね、夏休みが明けて、コロナ感染の不安で、登校を控えている児童生徒がどれぐらいいるのかというのは、把握していらっしゃるんでしょうか。ですね、正確な数は私の手元に届いておりませんけれども、ご心配で、休ませているという子どもたちがいるということは承知をしているところです。しかしそういうお子さんにつきましても、お休みということにはせずに対応しているところです。今日教育はしてないんですけども、一定程度いる、そんな多くはありませんけれども、いるのも事実のようです。そういった形になってくると、オンライン授業というのが、一つ、重要になってくるのかなと思うんですけども、その点については現在の、進捗状況どのようになっているんでしょうか。申し訳ありません。今そういうお子さんに対して各学校でどのように対応しているのか、ここまで聴取できて聞かせていただいておりませんので、それは答えかねるということです。ただ一般論で申し上げれば、これからのあらゆる状況になった、あらゆる、状況を、考えた上でですね、一斉休校ということになった場合、オンラインで、対応可能なように今構築をしているところです。確認をさせていただいているところです。はい、他にいかがでしょうか。どうぞ。宮城テレビの方です。すみません、妊婦さんの、戻っちゃうんですけど、妊婦さんの優先接種について今すみません、どういう状況で今後の流れをもう一度確認させてもらってもいいですか。それでは担当さん、また改めてご説明ですか。はい、どこからしたらいい。今個別接種、仙台市の個別接種をいろいろやっていただいているんですけど、その中で、妊婦さんについてはその、いつも体を両尊敬いただいているその産科さんと言っていただくのが一番望ましいなというところなので、優先的に妊婦さんに接種していただくところを募っております。でこちらについては、ワクチンを追加的に、重点的に供給していこうということを考えています。それによって、優先的な接種が進むようにしております。でかつ全ての参加さんでワクチン接種をしているわけではないので、どこだったら受けますよというような情報をその参加さんの方で情報を共有していただくような手配を医師会の方でしていただいております。今その募ったところの取りまとめとかをしていますので、少し作業中のところあるんですけども、それができますと、まずはその通ってらっしゃる参加さんの方にご相談いただくことによって、優先的な接種につながっていくんじゃないかということを期待しているというところです。ありがとうございます。はい、他にご質問いかがでしょうか。読売さんどうぞ。すいません、先ほどのふるさと納税の件で4月にそのどういったものを充実させて、実際に何が人気でその需要が高まったのかというのを教えてくださいと。今のは返礼品のことを言ってらっしゃるんですか。それでは、地元の企業の産品などを出していることもありまして、これはどうなっても答えていただけますか。4月に返礼品
何点か追加しておるんですけども、まあ、その中でもあの比較的あの返礼品として選ばれている件数が多いものとしましては、あービールとか酒類が多くなっております。なんかその宮城のどのあたりのビールとか、千葉産品というのは、具体的に申し上げますと、ちょっと会社名とかが出てしまうんですけれども、まあ、あの仙台港の方あたりに工場があるといったものが入っている、はい、わかりました、ね、すいませんでした。他にご質問ありますでしょうか。あ、どうぞ。すいません、ですね、入居の関係もあるんですけども、あの全体のワクチンの全体の供給量の見通しっていうのが現段階でどうなってるかっていうのを紹介したいですか。それはじゃあ室長からお願いします。はい、絶対私ども手元に来るのはファイザー製のみなんですけども、それは10月の上旬までの供給量を示されているところです。それ以降は示されていません、というところでございまして、まあ、そういう意味でちょっと心細いところはあります。で、あとただ仙台市内モデルナの供給も随分されていまして、淀橋の大規模接種もモデルナ使っていますし、それから職域接種も相当進む、それらをトータルし合わせることによって、仙台市民全体の、まあ希望者全体の接種が進むというような、まあ、見込みは、まあ、県宮城県の方で立てているというふうには聞いてございます。10月上旬まで供給を作るんですけども、それは、現在と同レベルということなんでしょうか。つけている。はい。ですね、同レベル。9月中のその配送で、まあ今2週間に一遍に定期的に国から配送されてくるんですけども、まあ13、14、15区、9月中はその 3区、いわゆる2週間に1回のことを 1クールといって13、14、15クールといって、そこは、まあ、週当たり60箱ちょっと、あ、ごめんなさい、2週間に1回60箱ちょっとということで、8月と同じような量が、送られてきています。そこまでです。どうぞ。先生、内容がガラリと変わるんですが、毎日新聞の仙台市ガスの民営化の件なんですけれども、優先工場権者の選定が8月下旬ごろを見込んでいたと思うんですけれども、進捗状況はいかがでしょうか。はい、今おっしゃられる通りでして、本当でしたらば8月下旬に決定される予定というふうになっていたところですけれども、今有識者の皆様方のですね、民営化推進委員会で慎重に審査をしていただいておりまして、若干遅れるということでございます。9月の上旬にはですね、答申をいただける見込みということなので、私もその答申を待ちたいというふうに思っています。わかりました。その遅れる要因としてはやはり新型コロナの影響が大きいと思っています。まあ、いろいろなことをですね、慎重にいろいろとご審査をいただいているというふうに聞いております。はい、他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは以上で本日の会見を終了させていただきます。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。